Where are you at? Where have you been?問いかけに答えはなく。あれがですね、かの有名な石狩川でございます。そこが河口、こんな感じでこの辺りはだいたい保護されてる感じですね。まだその発見されて間もないんで、実際は海岸に条件が整えば本州の北の方もあるんじゃないかみたいな話があって、海辺にキノコ入るなんてなかなか想像つかないですからね。多分ゴールデンエリアと思われるところに来てますけど、なさそうですね。あれみんなハマナス、トゲトゲしてる。あれ、ね、でも結構園芸とかで割と普通に街中にも入ってますよね。たまに出てくるのが浜大根のやつ。昔は30年ぐらい前とかは、40年ぐらい前とか、かなりなんかこぞって皆さんが取りに来てたらしいんですけど、この辺りとかに金婚で共生してるんじゃねえかみたいな赤玉スポンタケは説があるみたいですね。怪しいファミリー、あ、そう、なんかもう一個いたんだよね、ハマナに入るやつ。一応ちょっとこれも取らないでおいておきますけれども、何ですかね。まあ家帰って図鑑見りゃすぐ分かるかもしれないです。テロップ入れておきます。かわいいですね。海にもキノコがいるっていうのはなかなか嬉しいもんでございます。ちょこちょこ出てきますねこいつ。デカボーイズ発見。奥にもいますね。で今日は7月の6日、赤玉スポンタケ狙いとしては3回目の訪問でございます。今日は最高気温27度かな。北海道としてはかなり暑い部類でございます。でここ1週間ぐらいはですね、断続的に一時的にはちょっと記録的な雨降ったりしまして、3週間ぐらい前ですかね、来た時に結構いっぱいあった白いキノコは完全にもうなりを潜めてますね。しかし風が強くて、花面白い形してますね。崖上の保護区の可能性もありますよね。ここはちょっと全域を見るにはちょっと難しいので、ここね
まあ、ところどころこうやって駆け上がりになってるところでちょっと際まで行ってそこの周囲から見回すことはできますけど、なかなかちょっと見つけづらいですね。さて3度目の正直、7月29日ですけれども、どうですかね。これまでの違いというと、なんかね、細長いアブみたいなのがすごいめっちゃ飛んでます。ただ全く止まらず動き早いので、まあ、もしかしたらちょっとこいつらがグレーバーにたかるかなと思ったんですけど、で浜暴風がですね、ケチジチしてる感じですね。硬い。一応7月9月2回出るみたいな、夏と秋2回出るみたいな情報があって、でも比較的多いのが10月なんですよね。浜梨の実はめっちゃなってます。今日は9月5日、通算5回目の訪問でございます。見たところ変わったところといえば、まあ、基本的に草系がですね、ピークを過ぎたので若干視界が良くなっているというところと、あとトンボがポンポコ飛び回っていると、まあそれぐらいですかね。今日も最高気温29度まで行くということで、まだまだ極残暑っていうんですかね、まあ、続いてる状況でございます。で結構ほんとこうね、来るの意外に大変なんで、あともうまあ1回ぐらいかな。まあ結局出会えたところで掘り返して勝ち割ってとかね、そういったことがまあ自粛すべき対象というかエリアなので、一個のなんか丸いやつがね、さっきもいたんですけど、これはこれで成長しきってるのかな。海辺にも結構キノコは意外にもいるっていうところは一連のフィールドワークで分かってきてますね。ついさっきまで大雨降ってたんで、めちゃくちゃ川上から河口に向かって濁流が流れ込んでますね。次からちょっと気づいたこととしては、これちょっとなんだろうね、すぐにちょっと種類わかんないですけど、この植物がめちゃくちゃ結実してますね。浜暴風、これももう完全にピークを迎えた感じです。でこの辺は、まあ、これまであんまなかった、まあ、向こうの丘の上に中にある麦ですね。麦が結構出てきてて、これも確か金婚赤玉作るはずなんですよね。だから対人間的にはね、この麦に言ってみれば擬態してる感じなんで、そこは賢いなと思いますね。本当だから全国的にもう少しいる可能性があると言われていて、どこだったっけ、シャリ、釧路の方と
ここと、あと新潟がどっか3カ所で見つかってて、でなんで絶滅危惧種になったかっていうと、まあ、その見つかったようなこういう自然の砂浜みたいのが全国的に少ないから、であとはまあ実際見つかっているポイント自体が実績として少ないから、まあ、その2つを鑑みて多分登録されたと思うんですけど、多分食えると思うんですけど、スッポンだから美味しいかとかは別として私は食いません。これはちょっと古そうな感じしますけど、キノコですね。古くはないですね、こういうデザインなんですね。山の方のキノコはですね、やっぱりちょっと不発だったり遅れてたりっていう感じですね。非常に今年の夏は酷暑でしたので、なかなか出ない菌、遅れてる菌などが今のところあるということです。赤玉はどうなんですかね。で山の方に出るスッポンタケはあまり例年多い少ないみたいのはそんなにない感じがしていて、そういう意味では、幼菌の卵の状態は、割とよく見ます。例年通りです。老菌でもね、見つかれば途端にやる気上がるんですけどね、なかなかちょっと他に見つけ気の紛らわせようがないっていうかね、山と森と違いますからね。ここにいるってことは分かってんだけど、出るってことはね、どうやって出るのかノウハウがないし。香りはほとんどしません。この時点では種類わかんないですけど、またキノコは小さいのがちょいちょい出るようになってますね。さっきのと同じかな、これ。枝がフォーカスにくっついてくる。移動してもついてくる。今、気温12、3度かな。なかなか風がひんやりしてます。多分6回目ですかね、水産今日でも終了にさすがにしたいと思ってます。海が鳴ってますね。さすがにざっと見たところですね、かなり枯れちゃってる植物の比率が増えてる感じがしますね。浜暴風は結構ね、花とか分かれてますけど、それに葉っぱとか茎はまだ青々としてますね。丘の方じゃですね、全然出なかった夏キノコがようやく10月に入ってから出始めたとか、やっぱり酷暑の影響がかなりありますんで、赤玉スッポンタケももしかしたらその類なのかもしれないですね。あるいは暑すぎて今年出るのやめたとかね。浜暴風にアゲハ、クロアゲハかな、幼虫がいますね。最近雨が多いですからね、高波が押し寄せたような跡がありますね。この辺も赤玉にどう影響するのか、まあ、ここに続きます。この辺みんな水かぶってます。
何の痕跡もありません。我ながらよく心折れずにやってるなと思います。今日は普通にあの傘が出るタイプのキノコも全く見られないですね。今まで大抵何かしらいたんですけどね。アマナスもだいぶ終わっちゃってますね。ようやくまともなキノコ出ましたね。なんだろう、ハラタケ系かな。あ、もうこれだけでかいとね、胞子ある程度飛ばしてると思うんで、観察させていただきましょう。あ、ハラタケですね。香りも普通のキノコの香りがします。まだね、波被っちゃってますね。そんなに荒れたのかな。まあ、ちょっと数日前にですね、札幌震源の地震がありまして、津波警報とか出てなかったんだけどな。ちなみにお見せいたしますと、この土手の高さがですね、だいたい1メーターぐらいかな。なのでこういう植生でもかなり根は深く来てるということですね。ただ赤玉はこれぐらいですかね。文献によると、まあ、20センチとかせいぜい30センチぐらいのところに、共生しているということもですね。みんなこの辺波被っちゃってますね。なんか、ね、特徴的な小さい蜂がいっぱいいますね。近づくとすぐ逃げちゃう。何やってんだろう。さて、2023年赤玉スッポンタケ探し6回目にしてラストですね。もう午後の14時半でございます。この時間から行動するっていうのはなかなか珍しいですね。昼過ぎまで雨降ってまして、風が引き続き強いんですけど、やっぱり前回お伝えした通りですね、かなり大水が発生した跡がまだ残ってまして、どうなんですかね、これぐらいでへこたれちゃうのか、関係せず出ちゃうのかも全く知見がないですから。こういうとこ一番怪しいんですけどね。人工物でした。いやー、これまで来たことない場所まで足伸ばしてみましたけれども、タイムリミットですね。タイムと心がリミット。また来年ですね。I protect